カルロス・サンタナは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトーリョ良ダ。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。愛称は、アクスマン、アクスマン、エル・オッソ、エル・オッソ、スランタナ、スラムターナなど。2004年にサンルイシュ外野手として、ロサンゼルス・ドジャースと契約を結び、プロ入り。2005年に、 アメリカ合衆国へ渡り、マイナーリーグ最下層のルーキー級、ガルフコーストリーグで、プロデビューするが、この年は三塁手と外野手の他に、保守や二塁手としても出場しており、ポジションが定まっていなかった。2007年、A 級、グレートレイクスルーンズに所属していたサンタナは素質を、見込まれて保守へ、コンバートされる。だが、それまで、 本格的なポジション変更を体験したことがなかったというサンタナにとって、保守挑戦は大きな負担となり、また参加するミッドウェストリーグが展開しているアメリカ合衆国北東部の涼しい気候に適応できなかったこともあって、86試合で打率、223、オプス、688と不振に陥った。2008年は、 a 級インランドエンパイア6クサーズに昇格したサンタナは副長。シーズン途中まで99試合に出場して打率。323、14本塁打、96打点、オプス993という好成績を残す。2008年7月26日にケイシー・ブレイクとのトレードで、ジョン・メローンと共にインディアンスへ移籍。ドジャース側が、 ブレイクの年俸負担をインディアンスに求めたのに対し、インディアンス側はサンタナを差し出すことを条件にしたという。移籍後は AA 級アクロニアロズまで昇格。シーズン終了後にベースボールアメリカが発表した若手有望株ランキングでは、サンタナはインディアンス参加の1位という高評価を受けた。2009年も AA 級 アクロンで130試合に出場し率打率、290.23本塁打、97打点、オプス、943を記録し、参加する、イースタンリーグの MVP を受賞した。2010年は、開幕を、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズで迎えることになった。自身の誕生日でもある4月8日に行われた、インディアナポリス・インディアンスとのシーズン開幕戦で、 サンタナは5打数4安打2本塁打4打点の活躍を見せた。2本塁打は1本目は4回裏の第2打席でジェレミー・パウエルから右中間へ、2本目は7回裏の第4打席でビニー・チュークから3億へ、それぞれ放っている。その後も打ち続けたサンタナは6月10日までの57試合で打率316.13本塁打。 51打点、オプス1.044という成績を残した。一方の守備面では、インディアンスでコーチを務める、元保守のサンディー・アロマージュニアに、彼にはまだ学び成長する必要があると指摘されていたが、5月下旬頃には、球団 GM のマークシャパイロから一定のレベルには、達したと判断されるまでに成長。6月11日、サンタナは、 同じ保守のルーマーソンとの入れ替わりでメジャーへの昇格を果たす。同日のワシントンナショナルズ戦でサンタナはメジャー初出場。主力選手のうちアズドルバル・カブレラとグレーディサイズ・モアが故障者リスト入りで欠場中という事情もあり、デビュー戦から3番打者としての先発出場となった。この試合では3打数無安打に終わるが、翌12日の 同じカードでは2回裏の第2打席に JD マーティンから適時にルイダを放ちメジャー初安打初打点を挙げると5回裏の第3打席にはマーティンからメジャー初本ルイダも放ったこの試合以降サンタナはオプス850以上を維持し続けまた投類阻止率でも35.3%を記録するなど攻守に奮闘する だが8月2日のレッドソックス戦で7回裏の守備中、二類ソーシャライアンケイリッシュの本類突入をブロックした際に左膝を痛めて途中退場。翌3日には故障者リスト入りとなり、6日に人体を手術してシーズンを終えた。インディアンスの地元オハイオ州フリーブランドではサンタナの打撃力を生かすために、 故障の危険性が低いポジションへの再転向を進める。声もあったが、監督のマニーアクタは、すべての保守は、怪我を克服してきている。彼は、保守として価値があると述べ、2011年以降も、サンタマを保守として起用する考えを示している。2012年4月、インディアンスと2016年までの5年総額2100万ドルで、契約延長。 2013年はシーズン開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。2014年のスプリングトレーニングから三塁手の練習を開始した。前年は若手のヤンゴームズが保守として85試合に出場するなどポジションが奪われたことを自覚。フルシーズンで 指名打者起用されることを望んでいなかったため、三塁手の練習に取り組み始めた。2014年シーズンは、主に一塁手で試合出場した。保守での出場は11試合にとどまった。まず打撃面では、打率こそメジャーデビュー以来ワーストの231に止まったものの、自己ベストタイとなる27本塁打を放ち、 こちらも、自己ベストとなる85打点を挙げた。また、2011から2013年までの3年間90代だった。支給を113まで増やし、リーグ1位だった。オフの11月7日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年は一類種のレギューラーで起用された。この年は154試合に出場し、打率。 231.19本塁打、85打点という成績を残した。なお、2号本塁打はサンタナにとっての通算100号本塁打だった。また、85打点は、前年に続き自己ベストタイだった。選球眼は相変わらずのハイレベルで、アリーグ2位となる108支球を記録した。総塁面では、自身初の2桁投塁となる11個を決めた。 一塁手の守備は DRS こそ4だったが132試合でエラーは3個に止めて守備率は997だった2016年はマイクナポリと一塁手を呼び指名打者を分け合いつつ158試合に出場した打撃面では打率259.34本塁打87打点オプス0.865という好成績を残し 本類打は、自身初の30本台、オプスは、ルーキーイヤー以来となる、高水準だった。持ち前の選球眼も健在で、リーグ3位の99支球を記録したことで、出塁率、366も、同8位にランクインした。64試合で守った一類種の守備は、5失策、守備率、991DRS1 だった。 またシカゴカブスとのワールドシリーズでの指名打者性のないビジターでの試合では左翼手としても出場した。2017年はシーズン開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。WBC では全6試合に出場し打率308.3打点。 オプス718などの成績を残した。シーズンでは154試合の出場で打率、259、23本塁打、79打点だった。守備では FA で、指名打者のエドウィン・エンカーナシオンが加入したことにより、ほとんどを一塁一種として出場した。故障者の穴埋めのために、初めて右翼種として出場した。 シーズンオフの11月2日に FA となった。球団はクオリファイングオファーを提示したが11月16日に拒否した。フィラデルフィアフィリーズ時代2017年12月15日、フィラデルフィアフィリーズと3年総額6000万ドルの契約に合意した。指名打者性のないナショナルリーグ球団への所属は初めてとなった。 総額6000万ドルの契約はこのオフの FA 選手としては6番が目に高額であった。2018年は開幕から2番一塁手として出場。オフには2018日米野球の MLB 選抜に選出された。MLB 選抜では唯一の前回に続き2回連続での選出であった。11月9日に 日米野球第一戦で3点本塁打を記録した。2018年12月3日に、ジーン・セグラ、ファン・ニカシオ、ジェームズ・パゾスとのトレードにより、JP ・クロフォードと共に行ったんは、シアトル・マリナーズへ移籍した。しかしその10日後の12月13日にタンパベーレーズ、マリナーズ、インディアンスの3球団による、三角トレードにより2年ぶりに、インディアンス復帰を果たした。 2019年4月28日のタイヒューストンアストロズ戦にて、ウェード・マイリーから MLB 通算205本塁打を記録した。このシーズン、自身が所属するインディアンスの本拠地、プログレッシブ・フィールドで開催されたオールスターゲームにファン投票で選出され、オールスターゲーム初出場を果たした。さらにアメリカンリーグの4番ファーストとして、 スターティングメンバーに起用された。また、ホームランダービーにも出場したが、一回戦で、ニューヨークメッツのピート・アロンソに敗れた。最終的な成績は打率。281、34本塁打、93打点、オプス911を記録し、シルバースラッガー賞を受賞した。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、 短縮シーズンとなった。シーズン成績は、前年度から急落し、打率。199は、アメリカンリーグで、規定打席に到達した67選手中64位、超打率。350は、同60位と不本意な結果となった。一方、死球は、リーグ最多の47個を選び、出塁率も、 349で24位と比較的良好であった。10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2020年12月8日にカンザスシティロイヤルズと2年総額1750万ドルで契約した。2021年4月17日に行われたトロントブルージェイズ戦のダブルヘッダー第1試合の7回裏の 打席で、ラファエル・ドリスから史上121人目となる、通算1000個目の死球を選んだ。現役選手では、アルバート・プホルス、ジョーイ・ボット、ミゲル・カブレラに次ぐ4人目。スイッチヒッター。引っ張り、方向の打球の割合が、MLB 通算53%と、MLB 屈指のプルヒッターで、左右両打席ともに引っ張る方向の打球が多い。 このため、相手、側チームは、左打席ならばライト側、右打席ならば、レフト側に偏った守備シフトを敷くことが多い。それを逆手にとって、左打席では、毎年のように三塁ベース付近にバントヒットを決める。2016年10月14日の、リーグチャンピオンシップシリーズの初戦では、初回戦闘打者で、バントヒットを決めた。投球に対してスイングする割合が、 通算38%、ボール級スイング率が通算18.5%とともに MLB 屈指の低さを誇る。特に、ボール級スイング率については、優れた選球眼を持つことで知られる上位ボットの19.6%やマイクトラウトの19.9%をも下回る数値であり、彼らと同様に並外れた選球眼を持っていることがわかる。 毎年、三振と同数程度の支給を選ぶことができるため、打率に対して出塁率は高く、アイソッドは通算、116を数える。そのため、一番打者として起用されることも多く、2016年シーズンは、チーム最多の85試合で一番打者として出場した。2019年4月19日に、 当時のインディアンスでチームメイトだったハンリー・ラミレスと共にアメリカ市民権を取得した。ありがとうございます。